楽天と,、えー、といえば今プロ野球の、えー、仙台ですかね東北の東北楽天イングルスの名前が有名ですけど私がその楽天という来た時は、えーまあ、以前の、まあ、45年勤めていた製麺業で、えー、その,、えーそのまあ、通信販売ですかね麺の通信販売ということで、えーまあ、ホームページを作成することでその当時、えー ライブドアと楽天をどっちの2社がいいやろかということで私じゃないですけど担当の方が、まあ、結局楽天にしたんかなその楽天ですねいろいろその後、まあライブドアそのまあこの堀本さんがこれも俺さんの堀本チ,チャンネルですねよく見ていますけど150万人超えてますね堀本さんがそういう。 だイブドアでそういう事件で長らの週間して今頑張ってますねそういう楽天ですねこういう楽天この NTTAU ソフトバンクについて楽天 えー、4ですね 100%4、まあえー、つで分けということでまあ、10年頑張ったと、えー、いうことでいろいろ大変ということで、えーえー、来年もたし、えー、社債転換を迎えるということでまあそういうことで、えー、この 楽天グループすすごいですねその野球も持っていますけど、えー、その当時私がまた、えー、以前のまた古いですが国内審判に、えー、近畿期間に作ってた時国内審判との取引があったですねカ,カードローンですね、えー、それが、えー、国内審判が楽天に買収されてそれが主に、えー、楽天証券ですかね中核なしてるんですけどねそれぞれいろいろ 分かりませんけど買収してますけどいろいろと楽天,、えー楽天えー、ポイントカードです楽天カードですね、えー、なんか、えー、有名なその、えー、誰かなあコマーシャルしてますねよくスーパーマンじゃないですけどこれは沖縄あお父さんが沖縄の方かなえー、っと三、えー、人そういう楽天カードそしてこの まあ通信、通信、金融、楽天銀行もあるんですかね、楽天証券、えー、いろいろ楽天経済圏ですかね、そういうことで、えー、まあ苦しいということで、そこ特に、えー 儲かってる部分は金融も儲かっていますけど通信ですね参入しましたですね本当に参入したですねその NTTAU そしてソフトバンクそして楽天が4つですね4つのしてますけどそういうことで楽天証券のその上場ですねその証券なんかトップの SIB ISB かなトップの証券がその手すりを無料にすることで、えー、それはまあ取りお客、えー、顧客を取り込むということでそのおその手すりを無料にして、えー、まあその信用取引でその他の部分でとそういうことで、えー、楽天証券もまあ、えー、追随せざるなくてその利益が100億円で飛ぶんじゃなくて、えー、飛ぶんで、えー、大丈夫かなということで、えー、ボリュームさんがいろいろと。 えー、このお解説していましたけど、えー、なかなか、えー、まだまだあ、えー、なかなかあこの一分間を振り返るのは大変ですね昨日はちょっと堀江さんのでこ、えー、こに、えー 楽天ですね、えーまあ堀。堀江チャンネルで楽天に代下し、えー、とんでもないことが起きようとしているということで、えー、SBI、ね、証券が手数料をゼロにすることで、えーまあ、第2の楽天証券も手数料をゼロに通じせざるでないことで、まあ、楽天はみぞお原稿が、まあ、メインみたいですね。えーでもその うん、手スルゼロスと100億円ぐらい利益が飛ぶことで、えー、上場がどうかなということが、えー、堀山さんの方から解説がありましたけど、えー、もう、えー、10年辛抱したらというか、まあ、そういう専門家もいる,いるみたいですけど、えー、楽天もだいぶ長いですね、えー、そういう私も、えー、以前勤めてたあ洗面業また、えー、以前金融機関に勤めてた時の国内審判が。 があ楽天が買収してそれが、まえーえー、楽天証券の、ま、中核かなという思いもしますけど、えー、なかなかー、えー、堀山さんの楽天についてのお情報解説をお、まあえー、なるべくチェックしてますけど、はいえー、こんな感じで、えーいらほ高えー、堀江孝文の堀右モンの,その、えー、動画の楽天について 動画についての配置しての考察となりましたこの一分間マスタートの,の YouTube チャンネル登録またコメントいいねボタンとよろしくお願いします、えー、次回の一分間のだけでお会いいたしましょうマスタートでしたしですパシューゲンズパッションプレジューシャロムシャロムシャロム